通常、マスタードと共にビターバレンは出される。ビターバレンはオランダ料理の一つで肉料理の辛味が効いたファストフードである。通常はミンチやぶつ切りにした牛肉や格子の肉、牛肉のブイヨン、バター、濃縮した小麦粉および塩をじっくり煮込んで混ぜたものである。大抵のレシピにはナツメグが含まれ、カレー粉をまぶしたり、 細かく刻んだ野菜を加えたりすることもある。これらの材料を混ぜて焼き、混ぜたものを固めるために冷凍する。一度固めた後、直径約3から4センチメートルの球状に小分けにして丸められ、パン粉の中に叩きつけ、卵を混ぜてじっくり揚げる。通常はディップとしてラメキンや小さなボールに入ったマスタードと共に出される。ビターバレンはスリナム、 オランダ本土やアンティル諸島、インドネシアの多くの場所、その他で食べられる。スリランカの料理、カトラッツも、ビターバレンと似ていて辛い料理だが、肉の代わりに魚を使用する。ビターバレンは、クロケットと材料や下ごしらえ、調理方法、また特に風味の面でとても似通っている。クロケットより大きめのクロケットンは、厳密には、楕円形のソーセージのような形をしているが、 同じような直径の休憩である。ビターバレンの料理名は、オランダ語で、ビターズと呼ばれるハーブ味がする酒に由来し、オランダで、居酒屋やパブ、接待に行くと、美味しい軽食として、ビターガーニトゥーアの一部として提供される。ありがとうございます。